皆さんこんばんは。12月に行ってきたフィンランドでの購入品を紹介したいと思います。まずはムーミングッズから紹介していきたいと思います。まずはこちら、タンペレのムーミン美術館で購入した紅茶と、チョコレートです。これはパッケージがムーミン美術館限定のものです。でこの茶葉はブラックティー、このチョコはココナッツミルクチョコレートです。このパッケがすごく可愛くて記念で購入しました。この2つは、自分用に購入しました。この茶葉で紅茶入れてチョコレートを食べたいなと思って買ってきたものです。そしてムーミン美術館で私はこれだけ購入したんですけど、彼はこのムーミン美術館限定のアラビアのマグカップを購入してました。これすごく可愛くて私も買えばよかったなって後悔してます。もうタンペレを後にした後に私もこれ買っとけばよかったなってすごい後悔したので、もし、フィンランドに旅行してムーミン美術館に行った時にこれを買うか迷ったら絶対買った方がいいと思います。彼はこのマグカップで毎日カフェラテを飲んでます。あとはこちら、これは、ロバニエミのサンタクロース村のムーミンショップで購入したスニフのコインケースです。これはここの緑色とこのチャックの部分の紫、この配色がすごく私の好きな配色だったので思わず買ってしまったコインケースなんですけど、今もうすでに使ってて、こうやってリップケース、お出かけ用のミニ化粧ポーチとして使ってます。すごいちょうどいい大きさで毎日カバンの中に入れてます。あとはこちら、これはヘルシンキのムーミンショップで購入したムーミンのクリスマスオーナメントです。これがすっごい可愛くて、まず箱から可愛いんですけど、じゃーん、見えますか、ガラスのオーナメントにムーミンのキャラクターの絵が描いてあるんですけど、これがまず緑の砂ふきんで、これが実、そしてじゃん、スノークのお嬢さんと、これがムーミン、この4個のオーナメントがセットになってるものです。それがこうムーミンショップのショーウィンドウに飾ってあったんですけど、これを見た瞬間も絶対これ買って帰ろうと思って即決で買いました。キャラものすぎないというか、本当にさりげなくムーミンのキャラクターの絵が描いてあるだけなので、クリスマスツリーに飾っても子供っぽくなりすぎずおしゃれな感じになるなと思ってすごく気に入ってます。これ来年のクリスマスツリーに飾るのが楽しみです。あとはこちら、これはヘルシンキのラップランドホテルの近くで入ったキッチン用品屋さんで購入したムーミンのクッキー型です。まずこれがムーミン、こちらはニョロニョロ、これがミー、あとこれがモランだったかな。この4種類のクッキー型を購入しました。これでクッキー焼こうと思って買ってきたものです。次はやっぱクリスマスシーズンに行ったのでクリスマスグッズもたくさん買ってきました。まず一つ目がこちら、これはサンタクロース村のクリスマスショップで購入したものです。キャンドルです。これはもう絵柄がすごく私の好みで購入したものです。クリスマスシーズンだったらデスク周りとかに飾りたいなと思って来年のクリスマス用に購入しました。あとはこちら、こちらもキャンドルです。これはタンペレのクリスマスマーケットで購入しました。クリスマスマーケットに行った記念として購入したものです。これも来年お部屋のどこかに飾りたいなと思ってます。あとはこちら、これもタンペレのクリスマスマーケットで購入したものです。このニット帽、中がこうフリース素材みたくなってて、かぶっててすごく暖かかったです。結構しっかりしてるし、ネイビーとブルーの配色がとっても気に入ってます。あとはこちら、ヘルシンキのクリスマスオーナメントがたくさん売ってるお店で購入したオーナメントです。サンタさんが寝そべってて、なんか何とも言えない可愛さだったので購入しました。セールですごく安くなってました。これが2ユーロとかだったかなって購入できました。であとは同じクリスマスショップで購入したこちら、これはもうヘルシンキってここに書いてあるんですけど、もうこれはもう思い出ですよね。これをクリスマスツリーに飾るときに2022年はフィンランドに行ったなって
思い出せると思うので、これすごく気に入ってて、見た目も華やかで可愛いし、フィンランドに行ってきたっていう思い出を忘れないようにするためのオーナメントです。クリスマスグッズは以上で、あとはこれかな、こちらフィンエアの機内で購入したフィンエアとマリメッコがコラボしたポーチです。これはガマ口タイプのポーチなんですけど、もう今すでに使ってて、こうやって化粧ポーチとして使ってます。すごく取り出しやすくて使いやすいし、結構いっぱい入るのですごく気に入ってて、行きも帰りもフィンエアで行ったんですけど、もう行きからこのポーチ目をつけてて、帰りにやっぱりこれ欲しいなって思って帰りの機内で購入しました。この同じ柄のトートバッグを売ってて、それもすごい可愛かったです。で、あとマリメッコはこちら、見えるか、このカーディガンを購入しました。このカーディガンは腰ぐらいまである長さのカーディガンです。このカーディガンすごく使い勝手が良さそうだなと思って購入したんですけど、春先に T シャツの上に着ても可愛いと思うし、今の時期だったらセロのタートルのトップスの上とかに着てお家で着るのもいいなと思って、結構一年中使えそうだなと思って購入したカーディガンです。これ 40% オフになってたので、かなりお得にゲットすることができました。この胸元のワンポイントもすごく可愛いです。で、もう一つマリメッコでは今着てるこの赤いニットも購入しました。これもすっごい可愛くて気に入ってます。この赤のニットにここのワンポイントがちょっとオレンジになっててアクセントになっていてすごく可愛いです。顔の血色がパッと明るくなるようなこの赤がすごく気に入って、生地もしっかりしているし、帰ってきて一番着てるニットなんじゃないかなって思います。これは購入してないんですけど、彼がプレゼントしてくれたキャップです。これ可愛いんじゃないって言われて、可愛いね、買おうかなって言ってたら、買ってあげるよって言ってくれて、いやありがとうっていう感じで彼からもらったものです。で、結構オレンジで派手なカラーなんですけど、ちょっと落ち着いた感じのオレンジなので、意外とこう服に馴染んで、でもちゃんとファッションのポイントとなるような存在感を放ってくれて、めちゃくちゃ気に入ってます。ありがとう。そうだ、そしてマリメッコで100ユーロ以上購入するとトートバッグがもらえるってことでもらっちゃったんですけど、この黒のトートバッグとこのニットとカーディガンは時間差で購入してるので、もう一枚トートバッグもらっちゃって、こっちは白地にからし色のロゴでめちゃ可愛いです。このトートバッグも帰ってきてからめちゃくちゃ使ってます。特にこの黒がお気に入りで、結構最近毎日これ使ってます。で、なんかもう本当に特にヘルシンキなんですけど、本当にこう街中で歩いている現地の方たちがマリメッコを本当にこう皆さん着てて、マリメッコでも買い物してショッピングバッグ持ってたりとか、あとはこのマリメッコのお洋服着てたりとか、バッグ持ってたりとか、まあ、あとはもう特にこの購入した時にもらえるこのトートバッグ、これを本当に皆さんこういろんな柄のものを持ってて、マリメッコって本当に生活に馴染んでるブランドなんだなって思って、で、現地の人たちのコーディネートっていうんですかね、マリメッコを使ったコーディネートがすごくおしゃれ で、それを見て自分もこうマリメッコ買って着てるんですけど、フィンランドに行ってマリメッコすごく好きなブランドになりました。もう未だに帰ってきてからも街中で見かけたおしゃれな方たちのコーディネートを思い出しながらコーディネート組んだりしてます。未だにこうフィンランドを服装で引きずってます。で、あとは最後にイッタラ&デザインセンターで購入してきたものを紹介します。まずはこちら、この箱に入ってるのはじゃん、オーナメントです。これは野菜とフルーツのオーナメントなんですけど、この箱の中に3つのオーナメントが入ってて、かぼちゃ、ぶどう、ナス、これちゃんとオーナメントの底にはイッタラのロゴが入ってるんです。かわいい、こういうちょっと変わったデザインのもの大好きなので、見た瞬間にあ、これ買おうって思いましたね。で、あとはこちらはヴィンテージのお皿です。このお皿は2枚購入しました。これが多分 2.9 ユーロとかだったと思うんですけど、すごくお安くゲットできたんですけど、めちゃくちゃかっこよくて気に入ってます。あとはこちらです。じゃーん、アメジストの色のアールトベースです。
これ持って帰るのすっごい大変だったんですけど、なんとか持って帰ってくることができました。バレなくてよかったです。まあ、アールトベースはもう皆さんご存知だと思うんですけど、私もずっと欲しくって、いつかアールトベース買おうって思ってたんですけど、フィンランドで買いたいなってちょっと思ってて、ついにその願いが叶ってやっとアールトベースをお家にお迎えすることができたという感じです。本当はクリアのものとかリサイクルガラスの淡いブルーのものとかが欲しいなって思ってたんですけど、これを見た瞬間に、あ、これだと思ってこのアメジストにしました。で、これは光の当たり方によって紫になったりとか、あと青っぽくなったりとか、そういう色の変化も楽しめるよって会計の時に店員さんに教えてもらって、まだ使ってないんですけど、こうやってお家に置いて色の変化を見るのを楽しんでます。今後はお花をここに飾りたいなと思っています。で、あとはこれは購入してはないんですけど、300ユーロ以上かな、購入したらもらえるものみたいで、これが箱にマリメッコって書いてあるの、マリメッココラボだと思うんですけど、キャンドルホルダーをいただいちゃいました。これめっちゃ嬉しいです。キャンドルホルダー買おうと思ったけどちょっと諦めてやめてたんですけど、まさか会見の時にもらえるとは思わなくてめっちゃ喜んじゃいましたこれもたくさん使っていこうと思ってます。これで、フィンランドでの購入品は以上です。12月25日に投稿したフィンランド Vlog、長い動画だったのにもかかわらず本当にたくさんの方に見ていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。私自身本当に楽しい旅でしたし、その気持ちが動画から漏れ出ていたと思うんですけれども、皆さんにフィンランドの魅力っていうのを届けたいという気持ちで撮影をして編集してそしてお届けできたこと、本当に良かったなと思っています。去年からちょこちょこ海外での旅の Vlog を投稿していると思うんですけれども、今年は去年よりももっと、たくさん海外旅行に行って、皆さんに私の目を通して見たその国の魅力だったりとか、素晴らしい景色、美味しいものとか、可愛いなと思ったものっていうのを、シェアしていけたらなと思っています。もちろん、お家でのコンテンツもたくさん投稿していく予定ですし、私自身のブランドの商品ももっと発表できるように頑張りつつ、旅というコンテンツも私の今年の YouTube の一つのコンテンツとして盛り上げていけたらなと思っていますので、次の旅の Vlog もぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。2023年もどうぞよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。Every speck of weather is impeccable when you are near, and that's the truth, my dear.